こんにちは、メンタリストのダイゴです。賢いシリーズにようこそ。春って眠たいよね。今日はメガネをかけるとモテる理由を2つ解説します。まず、女性は男性の左右対称な顔に好印象を抱きやすいことが各種研究から明らかになっています。これは左右対称の顔の遺伝子ほど病原菌に感染している可能性が低いから。良い遺伝子を残したいという本能が左右対称の顔を求めるわけです。メガネは基本的に左右対称のデザインになっています。つまり素顔の上にメガネをかけることで本能を刺激する左右対称の顔のイメージを作り出すことができるのです。続いてもう一つの理由ね。これはメガネが知性を感じさせるアイテムだということ。そう、イギリスの健眼視専門学校の調査で 43% の人がメガネをしている人を賢く見えると答えたんだ。それぐらいメガネイコール知的というイメージが定着しているんだね。ちなみに知性がモテに関係しているのは以前の放送で話したスイスチューリッヒ大学の研究からも明らかだったよね。ここまでの説明でメガネかけるとモテる印象を作り出せることがよくわかったでしょ。まあメガネといってもたくさんの形状のメガネがあるけど、何でもいいのかっていうと、それは狙いたい印象によって選ぶ形状が変わってきます。例えばスマートで頭がいい印象をアピールするならば、直線的なデザインのスクエア型かウェリントン型のフレームがおすすめ。切れ味の鋭いデザインが知性の高さを感じさせるからね。逆に知的さよりも誠実さ、優しさを相手に印象付けたいならば、黒ぼちの丸メガネか四隅が鋭角ではないオパール型、ボストン型のメガネがいいと思うよ。誠実さの印象もモテに関係するからね。今日の話はこれぐらいでいいかな。ちなみにどうだった、今回のメガネ議論。相手にどう見られたいのか、どういう自分になりたいのか、それによってフレーム違いのメガネで自分の印象も結構簡単に操作できそうだよね。ぜひ試してみるね。そういえばさ、皆さん今恋人はいますか？いないけど欲しいぜっていう人は、僕が監修しているマッチングアプリ Wiz を始めてみてください。あなたの性格から理想の恋人候補が見つかるはず。今見ている動画の右上ボタン、もしくは概要欄からアプリを今すぐインストールしちゃおう。素敵な恋人も短期集中型で見つけましょう。あ、そうだ、プロフィールはマメに書くんだよ、覚えておいてね。あ、それとこのシリーズは好評につき、これから定期的に配信することにしたよ。だから見逃すことがないように、ぜひここからチャンネル登録してね。ポチッとね。またね。